はい、どうもこんにちは、クレイデイスプロスピースやっていきましょう。というわけで今回はこちら。はい、ということでドリームキャラバンの方ですね、7周達成の報酬の S ランク役所、こちらをね今回引いていきたいと思います。でもう狙いはね、今のシリーズ1の S ランクで出ている選手でいうと、もうね横浜の選手以外はほぼほぼ狙いの選手はいません。はい、横浜の S ランクで行くとこの選手が欲しいですよっていうところちょっと見せておきましょう。はい、まあこんな感じでございます。持ってない S ランクだったら本当に誰でも嬉しい。はい、まあ安明に関してもね、普通の通常 S が出てないので2500のスプリットの選手たちで、まあ、被らなければ全然誰でも OK かなというところですね。はい、まあそうだな、オーダーにすぐ入る可能性があるのはもうこの今永選手とか、あとは田中、あとまあ三上とかも一応極みまでは持っていけますが、まあどうなるでしょうかっていうところですね。はい、まああとは本当にそのそうだな、2600のチリズ2の時に出ない可能性が高いエリアン選手とか、あとシリアコ選手とか、この辺はちょっと持っておきたいかなという感じはします。はい、他は多分 また出るでしょう。田中もちょっと微妙なラインですけどね、普通に砂田選手、こっちの砂田選手が通常版で出る可能性があるかなっていうところですね、同じ中継ぎ枠で。はい、まあそんなところでございますが、 S ランク役所を引いていきましょう。他球団でいうと誰欲しいかな。まあソフトバンクはねやっぱり欲しい選手多いんですけど、千賀、柳田あたりか、あとまあ松田とか、まあパワー型で今一気に極みまで持っていける選手が欲しいっちゃ欲しい。あとはキャッチャーですね。大野とかやっぱ欲しいかな。まあ中田翔も欲しいな。まあリーグオーダーを考えればそうなんですけれども、まあでもね、もう今後はセリーグ基本的に寄せていく、 DeNA に寄せていくと決めていますので、まああとセリーグで言うと、まあ広島も微妙なラインだな。巨人もね、まあやっぱ菅野かな、菅野な、巨人で言うなら。はい、あとは阪神もまあ原口選手、福留選手持ってますしね、ヤクルトも山田選手持ってますし、中日もまあゲレーロ選手と、あと欲しい選手で言うと、まあ、ビシエド選手とかになるのかな。まあ幻突全然できないんですけどね。まあそんな感じでございます。じゃあ引いていきましょう。個人的に一番の当たりは田中かな。田中健次郎投手狙っていきましょう。さあドリームキャラバン7周達成の報酬お願いします。まあすでに S30% で S ランク1枚引いてますので、実質ドリームキャラバンで2体目の S ランク獲得となります。これで狙いの選手を引ければね、かなりめちゃくちゃ美味しいイベントだったと言えるんじゃないでしょうか。いきましょう。まあすでにかなり美味しいんですが、さあぜひとも DeNA の S ランクをください。お願いします。演出がない、来い。おお、内川、まあいいんじゃないでしょうか。これ実は1回当ててて、ミキサーにかけてしまっていたんですけれども、この内川選手ね、ちょっといろいろ言われてるのが、次横浜の TS で内川選手が出るんじゃないかっていう可能性がね結構高まってるみたいなんですよね。っていうのも、そのなんか前に高橋由伸のあのモデルビュアーの写真が変わった時に、本当に高橋由伸が来たんですよね。それの内川もね同じように変わっているって話がありまして、これですね、 TS 内川のモデルビュアー、まあ、これが僕はちょっと前の段階のは分かんないんで、どう変わったのか分かんないんですけども、なんか変わったらしいです。なので内川が出る確率が高いんじゃないか、可能性が高いんじゃないかと言われているんですが、内川選手ね、今ね僕の場合幻突3回までじゃない、2回か、2回までしか多分持っていけないんですよね。あ、違うな、いや 今の僕の場合超2で内川選手の去年のシリーズのものを持っていて、ソフトバンク版ですね、ソフトバンクの通常シリーズ2の内川選手の超2を持っているんですけども、これで内川選手の S を食わせると超3まで持っていけますね。たとえ仮にね内川選手の TS が DeNA で出たらの話ですけどね。はい、まあそんな感じ、ちょっと内川選手に関しては置いておきたいと思います。はい、去年のやつ多分超2で止まってるんだよな、そっから A ランク引けてないんですよね多分。内川、はい、これですね、はい、やっぱ超2でした。去年のやつね、これ同時でめちゃくちゃ重宝したんですよね、ずっとオーダーに入っていた思い出がございます。内川の絵は多分持ってない、ソフトバンクの絵はいっぱいあるんですけど、内川はね英字チーム散々引いても出なかったんですよね。はい、柳田ばっかりいますんで、はい、ということで、まあ、今回はねドリームキャラバンの S ランク契約書とりあえず引いたという動画でございました。はい、というわけで、まあ、今回はこちらのねドリームキャラバンの S ランク契約書を1枚引いたという動画でございました。
まあ、直結的にね大台に入る選手ではなかったですけども、まあ、いい結果になったと言っていいんじゃないかなと思います。はい、でドリームキャラバンの方今15周目ですね。はい、まあいる、まあ、ちょっと時間合間合間でやってるって感じですね。このイベント本当ずっとポチポチやってるだけで周回稼げるので、まあ、これは非常に嬉しいかなと思います。もうこっから先はこの S ランク 30% A ランク契約書とかこの辺を狙って走っていく感じになるかなと思います。はい、累計も全部終わりましたね。はい、であとリーグ戦も土曜日の時点のやつを見せておきましょうか。はい、現在8位だったのが14位に落ちました。はい、3敗痛いな、この3敗痛いな。はい、まあ、3勝2敗でいけていれば大体キープ以上にはなれるんですけど、土日だと、うん、まあでも3勝2敗でも昨日の時点で結構落ちてたんで、ちょっと水木のダメージがでかいかな。あと土曜日次の節が勝負かな。まああと最終的には最後は全部明日なんでね、ランキング的にもほぼほぼ多分3位以下はゲーム差がほぼないですね。うん、ほぼゲーム差はない。最終的に得点差勝負になる可能性はございますね。はい、まあ、12球団でねリーグ戦戦うのもそんなに多くはないと思いますので、ぜひともね1回ぐらいちょっとね1桁の順位取りたいですね。はい、というわけでまあ今回はねこの辺で終わりだと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひともねこれからプロスピースの動画生放送楽しみにしてますという方はグッドボタン、チャンネル登録ぜひとも教えていただけると嬉しいです。ぜひともねこのドリームキャラバンの S ランク契約書の結果皆さん多分ね終わってる方も多いと思うので、ぜひコメントで結果教えていただけたら嬉しいです。それではまた次回のプロスピースの動画生放送でお会いしましょう。さよなら。